ゆっくりの、怖い話。今後に関して。こんにちは、私です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもたくさんいただき読ませてもらってます。その中で最近多い。うぷ主、方向性変えたのかな？こまめにツッコミ入れるの好きでした。最近ツッコミなくて寂しい。投稿お疲れ様です。こまめなツッコミ好きだった。最近ゆっくりのツッコミがほぼなくて朗読で寂しい。朗読チャンネルだったら腐るほどあるからな。最近ツッコミを嫌う風潮があるからそのせいでしょうね。そんなに嫌なら元すれ見てればいいのに。このように皆さんからツッコミを求めるコメントが来ております。最近ツッコミが少ない理由としては、ツッコミができる話が少ない。要はネタ切れですね。一とその他の住人たちのやりとりのある話、釣り神様やブラック企業からの逃走とかですね。そういった話の場合ツッコミポイントが多いのですが、シャレコアや一が過去の体験を淡々と書いていくスレにおいては、一と他の住人のやりとりがほぼないので突っ込める部分がないんですよね。そしてチャンネル開始から1年と数ヶ月、ぶっちゃけ怖い話でそういったスレはだいぶ使い果たしてしまったので、最近はシャレコアや山の怖い話集みたいな、同じ系統の種類の怖い話をまとめたものを作っていました。しかし最近ツッコミを求めるコメントが多いので、今後は怖くない話でツッコミができるものもまとめていこうかなと思っています。それと並行してシャレコアやその他の怖い話もこれまで通り作っていく予定です。最近はリクエストを結構多くいただいて、ネタを探す手間をサボれて皆さんがどういった話を期待しているのかが分かってありがたいです。他にもこんな動画が見てみたい、などがあったらぜひコメント欄でお書きください。例えば私が心霊スポットに行ってすれ立てしてくる、とか、絶対ありませんがね。というわけで今後も当チャンネルをよろしくお願いします。また見てね。